お互いのデッキを買ったんだよ、これ。さあ、第2戦。さっきはちょっとクロスドミネーターの打つタイミングがやや疑問符のつく内容でしたが、2戦目はどうなるでしょうか。先行後攻を選べます。いや、もうこれ先行しかないでしょ。だろうね。だろうね。いや、負けても負け戦取れるって思うと、この勝負は、このマッチは、ちょっと、こいつ、こいつ言いよるわ。デュエル、デュエル。負けてもいい宣言は、勝負方によって最大の武力とも言える、こいつ。してもいい安心感があるかな。心を乱すな。相手の心を乱すんじゃない。またか。ちょっと机動かさないで。この試合は何でもありなこと。そうですよ。そうなんですよ。でもそう、人としての倫理観としての問題。さっきと一緒じゃないか、ほとんどよ。これはもう勝ち申しです。相手に戦ライフを与えてないだけ。ドロー。ドローが強い。マジか。あ、どうだ。あ、どうなるか。これはね、相手は悪魔族だけど、俺も悪魔族だ。でも相手はこの盤面でも手札がマダンだらけっていうことだから。それがな。そこだけ、ね、怖いな。まあボーダーから入る。通常召喚最高です。じゃあデスペラードで。いやー、対象を破壊する。はい。まあ初手はしゃあない。その後、うん、フィードがいなくなってるので新たにチェンブロックに発動することができる。リクルト。カスパーの攻撃力強すぎる。そうだな、守備表示でいいな。ありがとう。さっきも思ったけど。ありがとう。なんで攻撃表示なんだ、まあ、黒ドミがハンドにあるアピールなんだろうけど。出ざるを得ないか。どうぞ。コストで除外10枚除外。イララはない。ありません。ないか。イララとか多分ないのかな。マダンって。あるよな。イララはどのデッキでも強いか。引けたらな。いや、純正剣だからな。光源。どうぞ。もうモンスター出ないことが確定してしまったが。魔衝動結局ロケハン。魔衝動か。魔衝動。刺さってっぽかったからな、さっきな。前がっていう話。場所が発動。発動に対しては。何もないです。もう別からだったら打ってる。あ、なるほど。この状態で破壊するには、自分のモンスターを全部どかさないといけない。なるほどね。やる気ない。ターンエンドで。じゃあ。マダンを手札から発動できるって効果は止まんないけど、同じ縦率でっていう効果は使う。ザキッと通常エンドだな。まあ通常召喚しておくるときにしておこう的なやつちゃう。それに紙切り立てられたらまあもう一問ぐらいの、うん、はい、なろう。スタンバイ、ね、はい。のターンエンドだな。ドロー。膠着だ。膠着だ。でも膠着すると相手がデスペラードを引いてくるということですが、いやきっとは攻撃距離でいいんちゃうか。リンダンリンク4まで出るようになっちゃったけどね。エンド。向こうも超えるということはパキ系とかが出てくるわけで、まあね、俺も何か、まあ、この場面パキ系じゃどうしようもないけど、まあ、どうしようもなくないけど一旦伏せてリバースしないと、うん、そっか、しかもリバースしてもカスパードしか吹っ飛ばないし。ターンエンド。ドロー。これが現代遊戯王だというのか。衝動の恐ろしさよ。やっぱ魔衝動強すぎ。これ出しとけ、出しとけ、ある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 。あれ。レーザーラモン RG になってるけど。エンド。魔法穴引けなさすぎ。なんだこの盤面は。ドロ。
あの守備モンスター裏のとこだったら笑えるな。相手がゴードン打ってるから、このままずっとドローを続けるとデッキアウトで負けるっていうのはあるよね、メタビートの輪が。でもその前にだってボーダー出てくるでしょ。まあね、ボーダーの2000ラインって意外に、あとロケハンもあるし、そっちはだってデスペラード引ける可能性がどんどん上がってるわけだから、まあね、エンドでじゃあドロー。さすがメタビ相手にサイドからハーピーとか持ってきてるでしょ、絶対そういうのも引けると思うし、あんまねえ、ハーピー自体解決するもんね。いや、まあ分かんないけどね、スターライトフロートとかあ、いや、ここでいっか、大革命返しとか。いや、どうしよう、ここで、ないの。いや、あのバックはアクティカ、私モンスターはマダンかな。ドロモンスターが出てこねえ。ドロワンボー宿命だ、エンド。ダメ、奪っちまう。3倍メイン、はい、元気が出たインスペクトボーダー通常召喚でかい。うわー、それよーだよ。どうする、なんかあ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 る。いやー、出すかー、やったところでまだ、あんて手札から出せない、あんだけ捨てからも超難しい。じゃあ午前試合貼っとこう。午前をメタビ相手にサイドに抜かないのか。マジかよ。一戦目だったらまだ分からんでもないが、うん、一戦目以降も午前が入ってるのはちょっといただけないな。どうしようこれ。逆にどうしよう。まあ、丁寧丁寧丁寧に投げ倒していくしかないのかな、うん、ライブラリアウトがね、メタリー側あるから一応急がないといけないっていう効率はある。じゃあ、バトル、はい、うん、ザキット、まあ、これは食らうしかないよね、300 どうしてもね、これ1600 2700だったらやばいわ。1300セットエンドだね。いやー、ドロー。今こそストレートフラッシュしかないよ。3枚メイン発動。おお、引いた。とりあえずウィング、はい、チェーンにウィング。まあでもマダンの後ろでさ、打てないのが痛すぎる。ハーピーをあんまり関係ないか、あんまり関係あるよな、真正面振ってみる。メタバース、じゃあメタバースに対してチェーンさん、メタバースヒットマンズバースとメタバースを向こうにしたいよ。カウントドラップしか出ない。もうないな。じゃあ、チェーン4解決、チェーン3向こう、ファントムウィングが解決されて、チェーン1のハーピーが解決。相手グリルの魔法トラップを連れて、破壊する。大きいですね。反転召喚。攻撃表示向こう。反転召喚、攻撃表示向こう。で、ドミネーター対象。捨てに打てるカードをなぜメインで打つのかっていうのは本当にわからない。僕は理由を聞きたい。チェーンワイドの戦艦、はいはい、じゃあ単勝までこれでいくぜ。でカスパルの効果、マダンカードサーチ、デスペラードがいいな。これはさすがにって感じかな。まあ、ハッピー引かれたら負けみたいなとこあるから。そうだね、ハッピー通っちゃうと厳しいよね。今、神戦も純正なんだけど、引けないときは引けんからね。俺も無戦なんだけどな。じゃあ、バトルで。攻撃。戦略。戦略通るか、破壊されないんだ。攻撃。1300。攻撃。1300。攻撃1600。死なないぞ。そりゃそうだ。死なないぞ。ちょっとこれだけ攻撃するんだったら結構前やったな。で、ターンエンド。マダンがそもそも盤面にっていうのがないから。おい、トルネードドラゴンとか入ってねえのか。入ってない。入ってねえのかよ。魔性とかにチェーンしてトルネードドラゴン打つしかねえんだぞ。
まあ、ショート張られたらそんな手があったか。いや考えてなかった。ほらーな、トルネードドラゴン入れとかないから。じゃあチェーンで。なんだ持ってんのかよ。でしょ。キックは手札交換ですが、あとできるかな。する。なぜか手札する時にマタンカードしなくて、つぶろう。パスパーです。つぶろう。はい。3枚セットして、ドン。うわー、ライブラリアウトが近づく。コストで10枚でもいいし、つぶろう。わあ、デッキ薄い。3枚しかない。3枚何人、どのみち負けだ。まあ苦しいな、この盤面はな。とりあえずドローしてカードを見て。いいドローだなー。打点で勝ってるんだよな。マジで。とはいえなー、でも黒留めさえしてねえよな。多分。デスペラ感じますか。でもね。まあ、だって結局デスペラで破壊されちゃうって話か。制圧が始まった。マダン強いの。ライオウ通常召喚。デスペラ表じゃなくて。デスペラ表限定じゃない。デスペラ見せて。持ちます。はい、表限定。持つもの。あ、そう。近くできる。うん。表限定で。じゃあ、ここ、うん、これでですけど、破壊されなくなったということだ。ライオン、見えちゃった。見えちゃったな。表側でいると、サーチ封じだが、まあ、デスペラがハンドにあると、あんま関係ないかな。オッケー。オッケー。じゃあ、ドロー。スタッツ確認される前に、ブラシにできたと思う。でもライオンのスタッツみんな知ってると思うんだよな。まあまあ有名だもん。ごめん、俺全然覚えてねえ。あるかよ。よっしゃ。ライオンのスタッツ知らずに何のスタッツ知ってるんだ。攻撃。キットじゃ変わんねえな。とりあえず一応ダメ捨てに破壊を耐性を一回入れつけますよ。じゃあスターで。いや、違う、カスパルで攻撃、うん、攻撃しかないのね、クションが。うん、全部攻撃だけだと思う。そうでもない。このターンには死なない。くなったが攻撃宣言し、ないものない。うわースターの攻撃が残ってる。あといくつ2600。じゃあスターで攻撃、攻撃宣言時ダメ捨てにネバーエンドリフィン発動。ダメ、元々の数値の倍になる。発動対象は、直接、あ、ごめん、できないわ。んだよね。攻撃で。俺なんか怪しいなと思ったんだよね。やーべ、勝ったと思ってしまった。で、1枚セット。ターンエンド。なんだろう。ごめん、こっちで。まあ、デスペラを突破できんよな、メタビは。まあ、ライオが生き残らなかった時点でな。ライオ通常使うしかないね。デスペラード対象ライオしかいない。対象これが破壊耐性不良だったら確かに。まあ、ないね。で、あ、まあ、コスト、いや、なんかザキットの効果、コストネバーエンドリフィン捨てられてるやん。はい、捨てられてるやん。テキスト読んだら弱かったってパターンだよね。フリーチェで打てっから別に取っといてもいいのに。ターンエンドっすよな。じゃあドロー3番メイン。じゃあバトルでさ、スターで攻撃で、いやー命を削った後のカードや。削りすぎだろ。命を削った後のカードや。